光、領事は、茨城県小賀市中田にある新州大谷派の寺院。かつては、武蔵区に高柳村にあり、天台州の高柳寺と称した。憲法年間、住職の窓か高尾木越が、新蘭の弟子となって、法名を、西願いと改め、浄土新州の光領事となる。後五世、関越の時に、高柳から栗橋に移り、六世、 越神の時に、栗橋から中田に移ったと伝えられている。当時には、鎌倉時代初期に、源義経の愛称、聖御前が葬られ、遺品として、森本岳、舞、義経の会見が収められたという伝承がある。聖御前は、欧州、平泉に逃れた、源義経を追って、次女のことじと共に、古川の下、辺見村まで来たが、ここで義経の死を知り、 橋の上で、欧州に行くか、京に戻るか、思案した後に戻る、こととした。しかし悲しみのあまり、いさかで病に不死、亡くなったため、ことじは生御前を当時に葬り、墓の印として一本の杉を植えたという。この伝承は寺蔵の、聖中川津波流行略演技によるが実物は、現存していない。金世の父史、小賀氏や、利根川津氏の引用、あるいは、 古賀市二例の個人所蔵半本、聖女河津場流行略演技が残されている。聖御前が思案した橋は、思案橋と呼ばれ、今でも、河辺見の国道354号、高堀川上の道路橋が、思案橋と名付けられている。山門を入ると右手に、宝物殿があり、文化財に指定された、後日の聖徳太子立像、河津場流のおころも、他にも、 生午前の森本武、源、義経の会見、阿部見、伝具法大施策の大黒天の廃蔵など時報が所蔵されている。なお、時報見学には事前の予約が必要である。AB、小菓子民族編833ページ明治、大正期の利根川改修工事による移転以前の急な方である。AB、 小賀市資料別館316から320ページ。小賀市民族編948ページ。3話調子通信編原史、古代、中世393から398ページ。小賀市公式ホームページ。史跡と、寺院、広陵寺 AB 古小菓観光協会オフィシャルサイト小賀、ナビ、吉シの愛称を制御前。小賀市の文化財九ページ。 茨城県公式ホームページ茨城の文化財木造省特大私立像小菓市の文化財21ページ駅西口前花も館にて小菓市公式ホームページ観光歴史小菓市の観光パンフレットよりありがとうございます